皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は7つの大罪の5話でございます。レッツ入りましょう。OK! 聞こえる。キングとディアンヌはプロキシニアとドロールの姿となり、聞こえるの3000と、年前のブリタニアへと降り、3000年前のブリタニア。はい。そこではこれを行いましたね。巨人族、巨人族、女神族との大会、戦いになりました。で、こいつら自分の心臓を6つの命を犠牲にして、で、ゴーセルはもともと10回だったんだよね。はいはいはい。エリザベスだった。ティーちゃん、エリザベスだよ。ティーちゃん好き。こいつらやばいやばいやばい。お前の友達だったんだよ。さすがよく知ってるな。バカほど強えな。だね。何もできなくね。止める方法があるとすれば、あいつらが残りの命を燃やし尽くし死ぬ。わお、めっちゃ変わってんな体。共に力を合わせ、この醜い獣どもを撃ちましょう。撃たないよね。エリザベスは救います。救うんやって。エリザベス、さすがいいやつね。ティちゃん、おお、ちゃ可愛いですね。うん、ここに住んでていいよ。うん、暗黒の時代が訪れてた。エスカノールの、バーの姿結構好きなんだよね。おっと、ティーちゃん危ないぞ。ほう、落ちた。自分から落ちた。7つの大罪と呼ばれていた。そして OP が始まる。バラ、僕はトンコツくん。バラバラバラ、バンバンバン。あれ、これ歌おうってなんか約束しただろうな。いやー、俺ほんと最悪の人間だよね。あー、俺が書いてるソングリストに書かれてないってことはあかんよね。だってさ、新しい永遠の消防隊、永遠の消防隊、これやるかな。でもウーバーワールドとか0と1の狭間動き出して、フロンティエチリチリになった思いを詰めるよ。疑いもなく高く飛ぶとフロンティエ、出てんなんてない、なりはめ。まあやろっか。もう他のやつほとんどできるようになってるから。なんやなんやなんや、7つの大罪。 OK。いつから歌えるようになるのかっていうのはちょっと、約束はできませんが、ちょっとやってみようとします。感情メールシュトローンス、かなりレベルアップしてるな。アークエンジェルになったね、エリザベスは。こいつ一番強いわけ、一番強いかもしんないな。あ、メリオダス。受けられる。光あれって神様みたいなこと言うね。光あれって言って。正気ですか。あいつらには救う価値などない。あいつらを殺せば我々女神族、いや、他種族にとっての脅威も減るのです。いいとは聖戦の終結も。あれ、こいつら羽が入ってんで。どんどん生々しい姿に変化していく。あいつらの中の闇がエリザベスの光に必死に抵抗してるんだ。抵抗してんねんな。めちゃめちゃやばい格好になる。しかし何があっても助けようとする。
私たち四大天使を圧倒する化け物ですよ。だよね。これ以上の茶番には付き合えん。お前、今のエリザベスほど強くねえだろ。ダメ、ダメ、やめて、ルドシエル。それでもルドシエルがやろうとする。おお、止めるのね。早い。俺に任せろ。メリオダス、ありがとう。この二人のコンビ、パーフェクト。ないかもしれない。私のせいで、あなたたちの仲間が死んだも当然なんだから。何をおっしゃるのですか、エリザベス様。魔人族のどこに救う価値がある。ちょっとこの男の人、ならばめっちゃ似てるよね。ハーレクイーンに。誰かが決めていいものなの。朝の光も夜の帳も誰にも等しく降り注ぐ。人間に、巨人に、妖精族に、はい、女神族に、そしてなんでこんなにいい人なんだろうな、エリザベスって。何があってそんなに助けたいと思ってるんだろう。かっこいい。タリエル、タルミエル、さっさと来い。我々3人でメリオダス者とも実戒を撃つぞ。わわわわわ。できるか？やるんか？さて、この3人でメリオダス殺せるかどうかっていう話。そして巨人校の妖精校は、あ、お前たち見りゃわかるだろう。私たちは私たちの意志で動かせてもらいます。おお、負けたなお前、ルードシエル。頑張れや。打ち消せた。二人のおぞましい格好がどんどん溶けていく。溶けた。普通の魔人に戻った。成仏あれ。そんで落ちた。やべえ光景なってなし、この自然破壊。これで酸素が失われるぞ、この世界の。こんなに木燃えちまったら、なんかちょっと絵的な死に方したな。まあ、死んでないけど、落ち方。あ、落ちた。エリザベス。その右手、ちょっとやらしいところ触ってんな。おい。お前、めっちゃ強引やんな。巨人たちのあの二人に止められちゃうんじゃね？だね。ドロール殿、グロキシニア殿、なぜ邪魔を。私は正義の名のもとに実戒を打たんとして。こんな殺し方はじゃダメみたいな。動けない相手にとどめを刺すなんて卑怯だと思うな。いやー、でも殺すの、そうだね。さすが妖精王殿は話がわかる。殺し合いの戦争に卑怯も何もない。でも彼らを命がけで救ったエリザベス様の行為を踏みにじるような真似はできない。負けたな。グロキシニア、礼を言うぜ。それとサリエルとタルミエル、お前らもサンキュだ。お前に礼など言われたくもない。そうだよね。あくまでエリザベス様の味方ってだ。この人たちにとってもエリザベス様だよね。エリザベスって絶対にヤバい女だよね。いつか君を殺しに来るかもしれないんだよ。それは 100% そうだ。ルードシエルからしては、こいつらマジのんきすぎてマジ意味わかんねえと思うよね。だよね。前を呼べ。前ってどうなったじゃん。ネロバスタ、返事をしろ。ネロバスタどうなってんだろう。ゴーセルにやられた。私は今まで何を、あかんやん。オーマイガー、この女先飛ばされた。
オーマイガード、お前仕事してねえぞ。信仰のメラスキラ。ダメじゃん。オーマイガード、お前完全にやられたやん。わお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 。でもこの女の子超セクシーな服着てんな。メイジンゲー。さっきまで大気に満ちていた怒りが嘘のようだ。実体を倒したのか。妖精王様たちがやっつけたんだ。なら戦は俺たちの勝利に近づいたんだ。どれだけの。なんか不思議だね。5万、10万。いやもう殺した数半端ない。どうした？顔色が悪いぞ。いえ。やっぱり護衛が人間の俺じゃ不安か。いやいやいや、こいつ、バンだよね。バンだよね、こいつ。なんたってあんたの兄貴は妖精王様だ。はい。どんな兄貴だい？とても優しい人。私が困っているといつもすぐ駆けつけてくれて。結構好きそうだよね。なあ、現代のさ、あれ気になってんだよな、みんなのこと。あ、何これ？何何何何？こうやって話せるんだね。実は逆転されました。潜伏されたんだよ。いやな。Oh my god。そんなこと言うんか。戦闘タイプではない。自分を犠牲にするしかねえと。恩寵の光ってあれでしょ、天国とつながってるドアの話やろ。それともこいつを実戒の仲間。こいつは実戒だ。おい、また血が白くなったよ。何があった？なんで？でもここに血が赤い。なんで白と赤があるんだよ。不思議だね、このアニメ。こいつも殺す。オーマイガー、ヴァン、お前めっちゃ殺してるやん。こいつを恩寵の光に近づけさせるな。あ、他の人間たちはもう裏切ってる。やーべえ、てかめっちゃ殺してる。What？ 魔人族とグルだったのか。一体どういうこと？めっちゃ。魔人族とは目的が一致しただけさ。一致しただけって。俺たちの目的はただ一つ。めっちゃ血出てるんだよ。なんでてめえらの抹殺したいわけ？こういう時には超血が出る。キング、これって嫌な予感がする。超やばいぞ。の光で何か起きた。抹殺されてんだよ。俺たちは先に戻らせてもらうね。待て、俺も行くぜ。いや、君はここでエリザベス様と彼らを守ってやってくれ。メリオダスも分かった。必ず裏切り者だと思われてしまうんだろう。ここにデーモンの門を作ろうとしてるんだね。しかし人間たちはなんでデーモンを支援するのか。厄介なものってどなたじゃ。この男か。実界が未来ではオイラたちの前に立ちふさがることが分かってて守ってやってくれだなんて。おかしいよね。めっちゃ人を殺すよ。めっちゃ心が広いな、お前。ディアンヌ。僕だって許せない。心広いんだけど。複雑な事情があるんだ。すごい複雑だろ。魔人族ってだけで頭から否定してしまっていた。あ、ゴーセル、お前頭おかしいだろ。いや、ゴーセルってめっちゃ昔から生きてるやつやな。なぜ彼がこの世界にいるわけ。
ゴーセル。俺の名はゴーセル。はじめまして。妖精のプロキシン。巨人をドロール。よしてるな。貴様ら自身が知らぬことまでここにある。情報ね。どういうこと？は？どうだ？今のはかなり悪者っぽかっただろう。意味がわかんねえ。え、お前よく知ってるの？ゴーセルのこと忘れてんの？このディアノって何回も記憶なくなってるので。ゴーセルじゃない。ゴーセルじゃないんだ。俺がゴーセルではない。どういう意味だ？不思議だね。これすごい面白い。なんか論理的話ですね。閉じてどうする？ああ、はい、なるほどね。ドアだね。あれはとか言ってるけど、あれはとか言ってるんだけど、マーリンって話じゃないだろ。だよね。このこいつもゴーセルは実戒だから。実戒であることを知らないとは。君が実戒だって？君は七つの大罪の団員だろ。七つの大罪とか何なのか知らんやろ。そんなもん存在しひんし。だろうな。止めるよ。めっちゃ殺されていってる。超やべえ戦闘が始まってる。邪魔をするな、ゴーセル。門が完成するまでお前たちはあの。わお。でも自分のほら妹助けないと。謝ってる人の態度じゃないよ。彼の魔力は精神に影響を及ぼす。気をつけて。ディアンナ、君の記憶を消した張本人は。やっぱり記憶なくしたんだね。こいつじゃなくて未来のやつだよ。彼なんだけど、それはあくまで3000年後のゴーセルで。話が全く見えない。お前が分かんなくていいの？説明しなくていいよ。こんな時間ないやん。いや、もうそんな話えってば。オイラたちは、お前ってほんまに単位や？信じるか、君に任せるよ。単位やちゃん、すげえな。その話、この声優。じか？じか？おい、お前ら、急げよ。あかんやん。はぁ、ゴーセルと。お前はなんかせえやじゃ。何もできへんか。え？鎖の門がついてんの？無理。わあ、ダメじゃん。違うん。私は何を作ったの？私は何を作った？え？What？これなんで？牢獄？ Why？ 今回の作戦が決まった時から少し操作させた。なんかいるんだけど。許してくれ。これも自由になるためだ。誰だお前？声は聞いたことあるんだけど、この声優だけね。あ。静かに。やば。魔人王に気づかれてしまう。魔人王に気づかれるってどういうこと？この男誰？
500年ぶりか。外界に出るのは。え？椅子に座ってるんだけど。やはり外の世界はこいつゴーセル？やはり外の世界はいいものだな。え、どういうこと？乗ってられてるんだこいつ。ゴーセルに。いや、すまない。え、二つあいるとかなんか話してたんだよね。前に。そうか、メラスキュラ。お前は本当の私に会うのは初めてだったな。私がゴーセルだ。どういうこと？マジわかんねえ。怒り、嘆き、恐れ、痛み、荒々しい感情が乱れ咲いている。なんでお前って囚われてた？いやー、戦争ってるな、人間対魔力もの。感情こそが生きている証明と価値に他ならない。そうか。感情の爆発は芸術だ。ああ、これ有名なセリフやな。許されないわよ、ゴーセル。芸術は爆発だ。王様に無断で。今は聖戦の真っ只中なのよ。聖戦などどうでもいい。あ、そう。俺にはまるで。とりあえずゴーセルは自分を助けるために。やったんだね。お前には理解しようもないだろうが、魔人号に無欲の解放を与えられ500年、俺は自由を奪われ、自ら作った人形ゴーセルを通して。こいつ人形なんだ。だから自分の感情がないんかよ。だから無欲か。未来のゴーセルもそうだろう。捨てられた空っぽの人形がうちらの知ってるゴーセルか。 What the fuck? バイバイ。 This is so interesting. すげえ考えさせられちゃう。今まで俺たちが見てきたゴーセルは違うんだ。違うというの？あいつが空っぽの人間だろ？人形。あいつがなんか感情を作るためにいろんな変なことやってきたし、人の記憶奪ったりとか。無欲。色欲でしょ。でもこいつ、なるほど、面白い、面白いな。しかもこの ED でそう見せてる、人形だったと。人形とか言ってるんだけど、本当にプラスチックの人形のようにのようなのか、本当に存在している何かを乗っ取っているのかな。てか3000も生きてんだよ、メリオダスも。ほんと不思議なんだよね。はい。タンタカタンタカ。何？なんでお前が悪魔になってんのかよ。すごいなんだよね。つくつくつくい。こいつディアノなんだよ。へへ。それは僕らは愛と呼ぶ。皆様ご視聴ありがとうございました。はい、なんかいろいろ考えさせられちゃうんですけれども、次までよろしくお願いします。オッケーに、バイバイ。次まで。